私、カップルチャンネルやってたじゃないですか。地獄の底辺カップル。はい。はい、やってましたよね。はい。うん、ちょっとあれを、無期限の休止にしよう。あ、電話かけるんですけど。あ、はい、岡さんかけるんです。はい。はい、あ、なるほど、なるほど。うん。でも、うん、なかなか会うことができないって感じで。じゃあもう1ヶ月ちょい会ってないわけですね。はい。で、自分から電話してるだけですね。あ、まあ、で、彼女は別れますって言ってるんですよね。ああ、はい。もう別れてますね。別れてはないと思う。いや、ヤマさん。はい。多分なんか現実を受け止められてないわけですけど。で、別れた彼女に未練がましく電話だけしてるっていう状況ですよね。おい、マサ止めて、あーちょっと、そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。チャ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 。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ちょっと今いろいろ撮影してて時間がちょっとだけ余ったんですけど、はい、そしたら岩川さんの方から、あ、時間余ってるなら言いたいことがあるということで、はい、今カメラ回してるんですけど、なんか何ですか、言いたいことっていうのは。ちょっと大変申し訳ないんですけど、はあ、私カップルチャンネルやってたじゃないですか。地獄の底辺カップル。はい、はい、やってましたよね。はい、うん、月曜日に動画更新かな。はい、で土曜日の夜に生配信みたいな。最近ちょっと配信の方は止まってたりしましたけども、はい、はい、ちょっとあれを無期限の休止にしよう。なんかバンドみたいなこと。いつ復活とかはわかんないですけど。無期限活動停止ですか。ああ、はい。ちょっと活動停止です。いやいやいや、その、ねえ、なんか人気バンドじゃないんだからですね。バカにしてんですか。いやいや、そうそうそう。いや、ちょっとそもそもなんですけど、はい、これ動画にもしましたけど、はい、5月でね、5月のあれいつでしたっけ ?18 か。はい。イベントやりまして、その時になんか彼女さんの方からもう別れますっていう宣言ありましたよね。ああ、そういうのありましたね。あれで、別れちゃったから、じゃあカップルチャンネルもこれできないよってことになったってことですか。いや、一応電話とかするんですけどね、全然。あ、かかってくるんですか。あ、電話かけるんですけど。あ、岩川さんかけるんですか。はい、はい、あ、なるほど、なるほど。うん。でも、うん、なかなか会うことができないって感じ。あ、会わないから、そのカップルチャンネルの動画も撮れないってことですね。あ、そうですね、そうですね。だから、まあ、活動休止になったと。あ、はい、そうです、そうです。あ、別れ、あれでも彼女さんは別れますって言ってましたよね。いや、別に別れてはないですよ。ちょっと彼女さんは、はい、僕ははっきりその聞いたんですけど、別れますってその動画の中でも言ってましたけど。あ、はい。別れたんじゃないんですか。あ、別れてはいません。え、別れてはいないですけど、うん、なかなか会えないです。であ、電話とかを向こうからかかってくることもないんですか。あ、はい、はい。まあ、電話全然しますけど、うん。うん、まあ、会うことがなんかできない。向こうからかかってこなくて、岩川さんが電話してるだけですよね。で、会うことができないんですよね。いや、あっちからも電話来てるような気もします。いや、はい、イベントが18日で、今撮ってるのが、まあ、6月の頭なんですけども、はい、もうじゃあ、だいたい半月ぐらいですか。はい。2週間ぐらい。はい。もう全然会ってない。うん、会ってないですね。はい。あれ、いつから会ってないですか。そのイベントの前は何だ会ってないですよね。あ、イベントの前、イベントで会うのがまず久しぶりでしたね。どんぐらいぶりとかですか。3週間ぶりじゃなかったですか、ね、そのイベントの後さらに会ってないわけだから、はい、もう1ヶ月ちょい会ってないわけですね。はい、で自分から電話してるだけですね。まあ、で彼女は別れますって言ってるんですよね。ああ、はい、もう別れてますね。別れてはないと思います。いや、ヤマさん、はい、多分なんか現実を受け止められてないわけですけど多分ですけど彼女さんはもうそれ別れた気で言います。だって、まあまあ、会ってくれないんですよね、1ヶ月以上で。動画も撮りたくないって言ってるんですよね。撮りたくないとか言ってません。あ、撮れないわけですよね。物理的に会えないから。いや、うん、ただそのお話ししてないだけで。動画撮るとか撮らないとかのお話ししてないだけで。で、撮りたくないとは言ってません。1ヶ月以上会えてなくて、もうこれ動画もストックもなくなってきたから、活動停止だったりとか。
も、ヨコさんもそれ分かれてますよ。いやー、どうでしょう。いや、あの、分かれてます。キクさんどう思います？私、そんなこと分かんない。まず、あの、なんだろう、イベントで、はい、あの、彼女さん、はい、まあ、イベントではパイパイちゃんで言ってましたけど、はいはい、分かれますって言ってましたよね。はい、言ってました。はい、それからはもう1ヶ月以上会えてないらしいんですよ。はい。で、向こうから電話とか LINE も来ないと。はい。岩川さんから電話することはあるらしいんですけど。はい。それってもう付き合ってなくないですか？もう彼女多分別れたと思ってますよね。僕言わせてもらいますけど、うん、いや、本当大先輩にも申し訳ないけど、はい。別れてる。終わり。ダメ。終わりなんですよ、岩川さん。僕はそんなこと言ってない。はっきり言いました。いやー、僕はそうは思わないけどな。まあまあ、人それぞれ形は違いますからね。そんなことあるのかな、付き合ってて1ヶ月以上連絡取らない、しかも向こうは別れるって言って、まあ、まあ、お互い他県の遠距離だしね。いやでも今まで毎週会ってたじゃないですか。他県ですか、東京と。で、いや他県って言ったって、まあ、場所は言わないですけど、まあ、一つあの隣じゃないですか別に。いや県が違うって大変ですよ。いや全然大した距離じゃないですよ、はいはい、今まであったんだよ。まあまあ、そんなことはいいんですよ。だから、この余った時間何に使いましょうかっていうことです。じゃあ、とりあえず、じゃあまあ、今回のお知らせとしては、はい、カップル YouTube の方はもう、しばらく更新がありませんってね、はい。で、岩川さんが、あんま余った時間っていうのは、要はその週末いつも会いに行ってたから、はい、そこ、時間が空いちゃったと。はい。動画の編集もすることないから、はい、その時間も空いたと。はい。で、何しますってことですか？はい。なんか具体的にあるんですか、じゃあこれしたいみたいな。はい。いや今逆に今この1ヶ月は何に使ってるの、その空いた時間。空いた時間は、うん、あ、まあ、とりあえず、あの、ない素材で、うん、編集とかはやってました。あ、カップル YouTube 昔撮ったやつの、はい、まあなんか残りみたいなのをかき集めて、無理やり動画作ってたんだ。あ、かき集めたり、あと、ない素材。勝手に自分の日常をやったり。あ、もう別カップル。最終的にはもう自分の日常になってましたね。カップルでも何でもないと思う。強引にあげて。だからあのチャンネルどうするかっていうのもあるし、はい、どうしましょうか。僕の予想なんですけど、このまま余った時間は、ドラクエウォークになるだけなのかなって今思ってるんですけど。ああ、ドラクエウォークももう飽きてるんですよ。衝撃的な事実なんです。で、どうでもいいですから。おじさんがゲーム飽きようが飽きまいがどうでもいいんですけど、勝手にやってくれた話ですけど。だって、ここ半年ぐらいやってたかな、はい、はい。まあもう毎日のように遊んでましたよね。はい、はい、もう、ま、今も歩いてますよ。じゃあもう飽きてるけど、うん、惰性でやってるというか。ただ歩いてなくて。楽屋奥はもう起動もしなくないじゃあいや、やってないじゃん。でも趣味が散歩に変わっただけじゃないですか。でも1万2千歩以上歩いてますからね。あ、そのドラクエウォークのおかげでそういう習慣はついたと、はい、1万歩歩くような習慣はね、まあまあそれは別に自分が苦じゃなければ勝手に続けてないじゃないですか。それは僕は何とも思わないですよ、ね、まあ体にいいだろうし、はい、別に続けたらいいと思いますけど、はい、飽きたらやんなきゃいいだけだし。それはお任せしますけど。いや、どうしましょうか。はい。まあ、私、ちょっと時間空きましたけど。はい。で、今、バイトも行ってないですもんね。はい。あなたは、じゃあもう、一週間何だって、この、まあ、彼女さんと付き合ってから、どんぐらい ?2 年ぐらい、まあ、2年ぐらいですね。毎週会ってて。はい。で、半年前からドラクエウォークを毎日やってて。はい。それがあなた今、亡くなったわけですよね。はい。亡くなったって、まあ、あ、歩いてはいますけど。まあ、でも、はい、でもまあ、まあ、まあ、亡くなったわけじゃないですか。はい、何もやることが今、なくなった。ただ時間だけ無限にあるから1週間何もすることがないから、まあ、とりあえずゲーム飽きたけど歩くかって歩いててで別れた彼女に未練がましく電話だけしてるっていう状況ですよね。嫌な言い方します。あ、ごめんなさい。あ、そうか、はい、この余った時間をどうするかって相談ですか。はい、どうしましょうか。まあさん、どうでしょう、こういうふうに今岩川さんが今なんか大量に時間が余ってしまったらしいんですけど、何したらいいと思います。まあ、マーさんも言ったら生活で言えばね、はい、まあいろいろいろなこと大変でしょうけど、
時間は ある方かなとは思うんですけど、はい、マサはどういうふうに過ごしてるんですか。そうなったらマサ暇な時何してるんですか。もう僕の場合はもうゴロゴロしたり、はい、うん、やっぱりちょっと散歩したり、うん、はい、あ、そうか、じゃあちょっとマーサーと遊び行ってそれでお会いしましょうか。そうですね、ね、おじさんが遊びに行く動画。マーサー、そうです、岩川さんの一日散歩。そう、はい、あ、マーサー、じゃあ一緒遊びます。はい、遊びますもん。はい、じゃあちょっと留守番してください。やだやだ、じゃあ変なのくっから、しゃれや、わかんじゃや、じゃあや、暇時間金であった方がいいやろ、ちょっと言えばよ。マジでセクシーやみたい。はい、マサ、動画撮りましょう。セクシーやなかったら死ぬ、果てしてバカ大河。またそうか、おう、出してみろ。あ、だだだ、本当に、じゃあどうするもし。じゃあ、もう、いやいや、見せない、見せない。おう、出してください。だだ、出さない。出して大変だから。そしたら、お前、ね、人生バラエルだよ、もう。先に出した方が勝ち。いやいやいや、彼女に振られたおばあちゃんに下半身見せるおじさんでヤバすぎるでしょ。気持ち悪い、上だ、自暴自棄すぎる。気持ち悪いな。じゃあまずはちょこちょこ遊びましょうか。あ、そうですね、もう本当、はい、それとも3人で、うん、あ、まあ3人で遊び、3人でね、行くとかね、たま、はい、周りの天気を、うん、まあ花とかね、うん、うん、そういう桜とか、うん、うん、松の木を、うん、変わった松の木を探すとか、変わった何ですかその通り。変わった松の木を探す、うん、変わったものを探して、その木じゃ松の木あんまなくないじゃん。あと変わった松の木だなっていうことを、松の木をデータ頭に入ってない。確かに、うん、まさ、わかんないでしょ、うん、梅と桜の違いもわかんないんだから。これ全然違う木を、これ変わった松の木だなって言うだけでしょ。それもいいでしょ、うん、あとはもうみんな、そうですね、いろんな、探検をしたりしてみたり、あ、じゃあ、うん、マサと一緒に探検しましょうか、探検僕の街やります。ああ、探検僕の街。最後に地図書いて、あ、なるほど。楽しそうですね。子供が見てくれそうな。それとも食べやすいと、あ、食べやすいは面白くないよ、面白いよ、それもかかるし、いや面白い、それ、キクさんがご飯食べたいだけじゃん。そう、味付け、そう。ラーメン屋さん行きたい。じゃあ一緒に行く。いや、3、4人で出て行きたい。いや、2人で、やだ。いや、どっちか2人、1人しかいない、毎日2人なんだ、やだよ、マーちゃんも入れてたよ。じゃあ、マーさんと2人で行く、ダメ、うん、私知らない、いや二人は使えないです。うるさい、動きが遅くなっちゃうって。うるさい、私のビット数じゃ。呪いの装備みたいな言い方しないよ。やだって、この一人の、じゃあ留守番、うん、やだ、やさん、そう、留守番してでもカメラ回してるから、うん、やだ、画面半分にして、うん、その時は聞くわ。やだ、あの男来るから、やだ、あ、じゃあやだ、僕とやだ、いや、どっちか言えねえ。バカこの野郎、大人だろ。まあ、やだよ、あれまだ来るから。じゃあ、岩川さんに、はい、だから、まあ、4人で行くの。うん、僕ダメだよ。やめなさい。ああ、どうしましょうか。じゃあさ、これから意見分かれたときは恋に決めましょう。おお、ね、かっこいい。ね。もう私たちが争ったらもう死人が出るんで。ああ、幻影旅団と同じやり方じゃないですか。あっちだけは行ってね。はいはい。どうします、今から何決めますか、じゃあ。あの女と喧嘩になったからよ。はいはい。あの、じゃあ、僕とばあさん。うん、が2人で外で動画撮るか、うん、聞くと、うんうん、僕とキクさんが外で2人で動画撮るか、うん、もうどっちか選んでください、うん、どっちも嫌だ、もうダメです。どっちか無理です。あ、無理ですね。そう、それはもう両方無理っていうんですね。それから、マージャンならいいけど、
はいはい、そういったら普段のあの動画と一緒でしょ。外伝と一緒ですね。外伝と一緒でしょ。そうだよ。そうだよ。そこにお目が入ればいいんじゃない、うん、うん、それじゃああんま意味ないから。3人で入ればいいんだよ。うん、3人で入るだったら結局4人でこの撮っていいのとあんま変わんない。いや、全然。変わんじゃないの？うん、変わりません。二人きりで。カツオの美味しいとこ全部歩くんだよ。カツオの美味しいカツオのお店全部行くんだって。本当にやってやろうか、それ。もう当時から私も来た。ただ、米粒一粒でも残したら。いや、それはほら、残すんじゃなくて、うん。全部、お腹いっぱいになったら仕方ないけど。お腹いっぱいになったら帰って、来週また違うカツ丼屋さん行って、お腹いっぱいになったら帰ってっていうの、毎週カツ丼食べるだけの動画を撮りたいって。まあ、何が面白いんですか、それ。いや、そういう、やっぱり、まーちゃんカツ丼好きだから。いや、まーちゃんのせいにした。俺そんなすごいカツ丼好きじゃないよ、俺。好きだよ、お前は。俺親子丼だよ。親子丼じゃねえよ、カツ丼に。カツに、親子丼に。あれですよね、これ。経費で菊さんがカツ丼食いたいだけですから。だから、最悪カツ丼食べたいならいいですよ。僕と二人っきりで動画撮るなら。あ、二人ならま、菊、二人はやだね。じゃあ、お留守番でいいですか？やです。嫌じゃ終わんないから。二人撮影 OK かどうかもう声で決めましょう、うん、どっちがいいですか、銃の方かこの表の方か。知らない。知らないじゃなくて、うん、別にコインで決めないで暴力で決めるって方法もあるんですよ。ふざけんな。それじゃ最低だ今は。だからコインで決めましょう。ね、おじいちゃん、マーチャンじゃなくて洗いたくないのよ。はい、だからコインで決めましょう。銃って書いてある方か、このこっちか。出だらしょうがないでしょ、それは。うん、どっちにします。でも私は、マーチャンの岩川さんと二人は嫌だよ。絶対に手出すから嫌だ。はいはい、じゃあやりますね。どっちにします？手出すから嫌だ。はいはい、じゃあ行きましょう。私は銃の方で。はい、これで。あ銃が出ました。はい、残念でした。はい、じゃあ岩川さんと、え、あ、だからどっちか、うん、菊さんかマーさん2人でご飯食べに行くと。はい、はい、そうですね、3人で行こう。まあ、はい、行こうがいいよ。3人は使えないです。どっちか3人だと似てるような感じなんで。何似てんだよ。だからお前コインで決めたの今。無理、あ、3人で行った方が一番いい。3人で最初の食べやる。コインの意味がない。コインの意味ねえじゃねえかよ。お前、わがままばっかりやがって、どっかで折れるってこと覚えねえよ。なあ。おい、マサ食べて。ああ、ちょっと。やだ、これやだ、やだ。ああ、ちょっと。やだよ、もう、鬼が痛い。ああ、バックドロップ。ああ、危ない。ほら、ワイちゃん。今どこぶつけたか知ってんの？しょうがねえだろ。あ、はい、じゃあ。はい、2人でカツの食べに行くのは中止です。もうなし。余談ってすごいですね。あんな社会不適合者が集まってるように見えて、はい、ちゃんとそのルールは守りますからね。コインなんかじゃ決められなかったです。ああ、でいい考えやと思ったんですよ。全然ダメです。コインで決めた。ただ揉めるだけでした。手抜けちゃったから。ああ、まあじゃあね、まあしばらくじゃあ休止で、なんか決まったらまたお知らせしましょうか。はいはい、すぐには決められないですね。はい、なんか決まったら動き出します。うん、はい、とりあえずそのカップル YouTuber ちょっとしばらく動かないと。はい、で多分というか、岩川さん振られてしまいましたと。いや、僕は振られたと思って、本人がただ認めてない悲しいおじさんですけど、振られてしまいました。はい、いや、振られてないですよ。で、こっから多分ね、定期的に風俗を行くなり、はい、するんでしょう。はい、でもそれはもう独り身なんで、全然好きにしたらいいでしょう。そう、買い直す。ああ、ほら、ほら。
菊田怒らしちゃった。振られた八つ当たりで老婆にバックドロップして怒らしちゃった。まあ、しょうがないですね。とりあえずじゃあまさにもう一回最後引こうかな。ああ岩川さんはこれはもう振られたということでいいですかね。そうです。100% 申し訳ない。先輩そんなこと言うのは振られてきた。ダメ終わり今度教えてあげてください。はい、やられた。あの、ナンパの仕方とか。はい、わかりました。嬉しそうに喋るな。今度二人でナンパ行くって動画撮りますかね。ああ、それ。岩川さんのにナンパ教えてあげると。僕に、やらせていただきますもん。もう、それはもう、うん。まあさん昔言ってたんで、あの、昔ガールハントすげえしてる。あ、やりました、もう。もううん、だって、もう、それ、一日、ね、何日かしないともう、テンパにぶなおられるから。それはもう、時代ですね。やりました。そのテクニックを。どんな誰でも、はい。教えてあげてください。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そこそこ、そこそこ。そこそこ面白い、いやとても面白い、そこそこそこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。